ガリシア州内の位置ゴンドマールは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデビー語に属する。ガリシア統計局によると2012年の人口は13,954人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は95.64%。ゴンドマールは、ポンテベドラ県の南西部、ガリニエイロサントミニオール側に挟まれたバルミニオール、地域にあり。 北は、ニグラント、ーゴと、東はオポリーニョと、南は、トゥイト、トミーニョと、西は、バイオーナと接している。ゴンドマールは、ビーゴ四方管轄区に属す。住民は10の教区の157の地区に居住する。ゴンドマールには、多くの考古学的遺物が発見されており、最古のものは、後期旧石器時代のものと考えられている。チャイン教区にはドルメンが、ペドラモーラには、 ペトログリフが残されている。また、古代の住居跡である、カストロデシアンも発見されている。自治体市長は、ガリシア国民党のフェルナンド・ギティアン・ギティアン。自治体表議員は、ガリシア国民党7、7ガリシア民族主義ブロック5、5ガリシア社会党2、2自由民主中道党2、にいくすぐ、一となっている。ゴンドマールは十の教区に分けられる。ありがとうございます。